はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。ディプローグです。ドイツに行くまであと数日です。とうとう来ました、無事。まあ私は最初に出発するけど、俺は一人です。そう、タカ日本で2週間ぐらい一人です。タカを自由です自由じゃないよ見てこの笑顔自由じゃないようるさいやつがドイツ行くから自由になるもう誰かにあの見てもらおうよ。監視しといたらいいかもしれない。ずっとライブカメラをつけて、タカが24時間何をや、あの、わかった、ペットカメラを入れるあの、今回の動画はドイツに行く上でいろいろ不安なこと、心配してることについて話したいと思います。あれだね、だんだん出発が近づいてくれば近づいてくるほど、やばいやばい、楽しみから不安へと変わりつつあるよ。そう、で、その一つの不安が今新しく出てきましたよ。何？私はいないと、タカが変な自由なことをするのが怪しい。めちゃめちゃ怪しい。毎日飲み歩きに行きます。やば、仕事せよ。まずは言ってたように出発が近づいてきたので、うん、一番やらなきゃいけないのが荷造りとか準備とかお土産を買うことでしょ、うん、お土産まで考えてないじゃんそうだよだからママブチ切れるよ、持ってかなかったら家多分入れてくれないよ。そう、あのでも両親だけじゃなくて、うん、友達からも注文とかも受けて、うん、なんかほうじ茶パウダーが欲しいって言われて、あ、私ほうじ茶パウダー買ったことないよっていう。だから何買っていけばいいんだろうね。お菓子とかじゃね。まあその抹茶味のものだったり、うん、なんかザ日本の和菓子とか、うん、皆さんに聞きましょう。はい、何がいいと思いますか。日本から海外に持っていくお土産、まあお菓子、あとはお茶碗とか箸とか扇子とか、あ、そうそうそう、この辺はなんかよくありがちだけど、便利グッズとか、もうレナの両親多分この辺持ってるからそう、あ、これどうですかみたいなんです。ぜひコメント欄で教えてください、はい、提案してください。タカがまだ2週間あるから、そう、俺が持ってけるしね、買って買って持っていける。その次に荷造りしなきゃいけないでしょ、うん、全部に荷物に入るかどうかめちゃめちゃ不安ですよスーツケースでかいやつでかいやつが私は一つを持っていくでしょ。俺も一個持っていく。タカももう一個持っていくでしょ。うん、俺ドイツ行ったらやりたいことがあってさ、リモアのさスーツケースをさ、ミュンヘンでさすごく安く買えるところがあって、もう行きは1個でも行って帰りは2個で帰ってくるっていう、向こうで買ったやつと合わせて。じゃあ やらなきゃいけないリストに、そう、ミュンヘンで選べるっていうことだよまあ荷造りで言ったら、でも荷造りのプロですからね、世界一周してるからそう、大体持っていかなきゃいけないものはリストアップできてるから。でもなんか世界一周の時に靴は何着あった。靴、うん、靴、世界一周の時に2着ねえ2着は無理だよ。どういうこと。今回はもう持っていきたいもので、このドレスにあたってこの靴が欲しい、で、このなんかのこのアウトフィットだとこのカバンがいる、でもこのカバンを持っていくと、もう一個のカバンを持っていかなきゃいけないのが、もうこれで考えると普通に2つのでかいスーツケースじゃないと。だからいいじゃん、世界一周の時の服装みたいな感じでいいんじゃない、シンプル。やだー、ノー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 。だから荷造り不安してます、うん、今の予定は3週間、やりたいことがたくさんたくさんあって、うん、タカが来る前でもタカが到着してからでも3週間めっちゃ短いと気づき始めた。そっか、逆に俺が到着するまでに2週間あるのもね。うん、2週間ある、丸ごと2週間。そんなやることある、ドイツで。めちゃめちゃある。友達に会いに行くとか、髪の毛を切りたいとか、わかんない、お母さんと一緒にショッピングをしたいとか、どこかで旅に行くとか、美味しいものを食べに行くとか。で、3週間いるけど、私会社を持ってるから、うん、そんなにがっつりと3週間休めるわけではない。ああ、だからドイツにいる間でも仕事しなきゃいけないし、YouTube の編集もしなきゃいけないから、うん、もちろん。そんなにめちゃめちゃ暇わけでもない。オフではないよ。オフでは全くない。半分以上仕事やんなきゃいけない。そう。だから3週間はめっちゃ短いなと思って。寝るのをやめればいいんじゃない寝る時間をキュッとしたらその分さ、遊べる時間になるからさ。いや、それはタカができるかもしれない。そうそうそう、俺はできる。私はがっつりと寝ないと毎日7時間、8時間寝ないと動かなくなるからね。で、まあ、うん、いろいろ不安なことがあるけど、一番大きなテーマが、俺も不安なことあるよ。え、レナのお父さんに会う時が一番不安だよ。え、なんで挨拶をしてないからね。
お嫁さんの。そう、ね、あの両親、まあ、お父さんに会った瞬間にこう、こらってやられる可能性はあるよ。私の、俺の娘みたいな。それが一番の不安ですね。しない、大丈夫。私の両親めっちゃ優しいよ。2年間も結婚してるでしょ。うん。それの前に会ってないでしょ。だから今3年以上会ってないでしょ。うん、会ってない。あ、誤解を招かないように言っとくと、レナの両親と会ったことがありますよ。付き合い始めて2年ぐらいした時にクリスマスをドイツで過ごして2週間かそれぐらい、2週間ぐらいいたよね。うん、2週間ぐらいレナの実家に泊まって、まあいろいろ遊びに連れてってもらったりとか、まあ毎日ご飯一緒にしてるから、だから普通に家族みたいな感じでウェルカムしてくれてみたいな感じ。そこでその時家族じゃなかったからね、まだ付き合ってただけだから。だけどめっちゃ優しくしてくれて、そこで仲良くなって、世界一周の時もイギリスで合流して2週間ぐらい一緒に旅してたりとか、うん、世界一周終わった時もドイツに一回遊びに行って会ってたりするんで。で、そこから会ってない。2019年の夏から会ってないから、そこからずっと会ってないね。で、その間にレナと結婚してっていうイベントがあったんで、ね、そこからは全然会えてない。でもまあプロポーズの後は一回会ったから。あ、そうじゃん、大丈夫だ。あ、そうだそうだそうだ。大丈夫大丈夫。あ、よかったよかった、大丈夫大丈夫、安心して。でももっと心配すべきことがあるよ、タカが。いまだにドイツ語喋れないことは心配しないの？あ、それそれ喋れるよ、もう。あ、ちょうどあるじゃん、ここに。はいはい、見てください、単語帳です、ドイツの、はい、これ2冊目です。1冊目はコンプリートして全部覚えて、昨日から2冊目スタートしました。はい、オッケー。これが私の住所ですって言って、ドイツ語で Das ist meine Adresse。 ショック、ね、ショック。ということで、だんだんとドイツ語も喋れるようになってきました。そう、だからドイツ行っても、あの、死なない程度には生きていけれると思う。そうかな。うん、あの、これが食べたい、あそこに行きたい、これが必要だとか、その辺は多分言えるんじゃない？あ、そう。単語帳1冊分はもう全部頭に入ってるし、2冊目今始めてるから。でも文章が喋れないし、まあでもちゃんと言えなくてもさ、言われたことが聞き取れない。いや、俺そこは大丈夫。ジェスチャーとか、そのコミュニケーション能力でいけるから。オッケー。世界一周行ってますから俺。じゃあドイツにタカが着いた時から、ずっとドイツ語でハードな講座をしましょう。まあこういうの何回も経験してますからね。あの、留学行った時も英語喋れない状態で1年間過ごしてるし。でしょ、大学生の時もすぐになんか耳に入れるようになるでしょ。そうそうそう、ヨーロッパ一周した時も一人で行ってるけど、まあ、最初はちょっと辛いけどすぐ慣れてくるし、まあみんなね、世界は優しいんで、こっちが困ってると助けてくれるっていうのもあるし、まあいけると思いますよ。まあ英語もね、しか全然喋ってないから最近。なんか仕事で英語を使わなきゃいけないこと、あ、仕事では最近ちょっとこうメールをインドに書いたり、インドとのコミュニケーションが発生したりとかプロジェクトメンバーに海外の人がいたりすると英語でコミュニケーションがなきゃいけないんで、まあ、たまに英語は喋るか。よしよし。だから英語もドイツ語もちょっとずつ伸ばしながらレナの両親とドイツ語で喋れるような状態に持っていくと。はい、オッケー。まあ僕はあとね、もう一つ不安なことありますよ。はい。ドイツに行ったら日本食がない。それ私にも不安だよ。レナに関しては3週間日本食が食べれない。まあ俺は1週間だけどね。日本食が食べれなくなって、うわ恋しいなってなる。だからお味噌汁とか持ってた方がいいかもしれないね。多分、まあ、レナに関しては3週間ありますからね。あの、原因はそのドイツの料理全部くどいから、なんか全部似たような味付け、確かに。というか、でそれが飽きるというのが、うん、日本食が恋しくなるのかな。レナの町には日本食レストランはないんで。な、お寿司があるよ。お寿司美味しくないんですよ。ベトナム料理屋がやってるお寿司。絶対さ、ネタのさ、色とかさ、ちょっとドス黒くなってそうだよね。あれ、動画にする？あ、でもいいかもね。ドイツの日本食レストラン、どんなレベルなのかっていう。日本食レストランだよ。動画にした方がいいかもね。リストに追加した方がいいんじゃない？で、それもう一つの不安なんですけど、うん、もうたくさんネタがあるでしょ。ああ、そう、こうやって喋ってるとどん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 ね、撮りたいネタが増えていってリストがパンパンになっていくんで、1日に3本撮らないと、うん、全部撮れないという感じ。だから前回のコメントで
皆さんからリクエストもらったネタもね、今そのリストに追加してるので、ただなんかいろんなところに旅してくださいというリクエストも多かったから、うん、旅はちょっと難しいかもしれない。多分そんなに受け入れられない時間も本当に限られているから、ミュンヘンの近くでできることじゃないと難しいです。ちょっと厳しいかもね。でもまたここで募集します。これを紹介してほしいということがありましたら、この動画のコメントに書けば間に合います。で、それだけじゃなくて、今、うん、戦争もヨーロッパにあるから、そうだね、それもまたさらに不安が、なんか一個大きなテーマだよね。ねえ、ウクライナ・ドイツ、ウクライナ・ドイツ、間違えた、ウクライナ・ドイツウクライナ・ドイツだったらそれはもういけないわ、さすがにウクライナとロシアね。まあでもその戦い、まあその戦争とかって状況がさ、日に日に変わるじゃん、うん、どっかが加盟したりとかさ、そうしてなんか状況がちょっと変わるとまた飛行機が飛ばなくなるとかっていうリスクもあるから、まあ行ってる間に飛ばなくなって帰ってこれなくなるリスクもまあ少なからずはあるよね、うん、まああんまり思いたくないけど、うん、世界戦争になる可能性もなくはない、うん、それが怖いよね。まあヨーロッパとかね、普通に巻き込まれていく可能性は全然あるよね。そうで、ドイツはウクライナと近い、ウクライナの難民の人もいっぱい受け入れてるしねドイツで言うとね。でもまあそういうことの中で、私は本当に両親に会いたいし友達に会いたい、うん、もうずっと会ってないから本当にそんなに簡単にはできないことですので、今回は本当にキャンセルせずに全部うまくいくことを願っていこうと思います。はい、不安となんかいろんな心配がありながら、うん、できるだけこの3週間を楽しんで、もその悪いことを全部忘れて楽しむことは一番の目的です。そうですね、俺2週間レナがいない時間が楽しすぎてもう飛ばないかもしれないドイツに、うん、ペットカメラを買うことをメモしましたこの動画はここで終わりにします。皆さん、ドイツの動画を楽しみにしているなら、ぜひチャンネル登録してください。はい。まあ、いいねも押してくださいけど、チャンネル登録したら、次のドイツの動画はバンバン入ってくるはずです。うん、楽しみにしててください。では、また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。